ここは無限に広がる大宇宙。の埼玉県春日部。最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発、おしんこだぞ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくてママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの1週間九州に住む2歳の古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本。おお、こっちこっち、疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。うっ、あっという間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。ヨヨコの家は2歳の実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。ちょっと、そこ行く怪しい家族連れ。へえ。うん、なかなかだな。やりますな。の、美人の若奥様。何？私のことかしら。皆さんで、我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか？もなか食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。いや、これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。でもただなら。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では記念撮影を。おお、じゃあお言葉に甘えて。はい、チー。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、ほら、どこにいたんだっけ。しんちゃん、何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしい発明でしょう。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。くそ、
た我が輩の発明の素晴らしさが分からん連中に声をかけてしまった。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。キッ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 。家族で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり畑夕立、笑い声と日焼け跡、でもね行き先知らない、ほうき星真昼の月、着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。どうしたんですか？どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。ふふーねーねー、遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない？いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜？ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。久しぶり。こんにちは、お世話になります。ひろしさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。へへい、ほらしんのすけ、みさえとひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはよよこお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。ちくわ？ちくば。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ななこちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ？うん、みさえお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿？それはモッキー。今から雨かな？それは天気。というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モッキー。ウッキー。ウッキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。ありがとう、頼りにしてるよ宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ？手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん、うちで働いてるのは3号くん。で、
忘れてた。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ？ケチャップじゃなくてキャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか？それは簡単。うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。はい、いや、そんなことは。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで、野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。ふふい。どうやらドアが開かないようで、一体どこにつながっているのかな。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でもしんのすけは背が足りず。Thank you.
ふい。もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。ふえふえ。野原家が居候しているヨヨ子の家では、夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。隣の住人青山ハタが子供たちに本を読み聞かせているのです。さて、今日のお話はどうでした？お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子、お姉ちゃんの友達の子なの。しんの。ふふい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふー、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろ。私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。キネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。その時、しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上もある、とても大きな生き物です。若い女性らしく、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、
美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。なんてかわいそうなエルでしょう。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていたので、エルがその長い首を伸ばして彼を川から、うい、その恐竜は女の子でした。うい、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 遺跡発掘中につきと書いてある。工事中につき通行止め。おーい、そろそろ帰る時間だよ。おやすみなさい。
晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふい。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、オラはこれにするぞ。おや、お使いちゃんとできたね。いただきマンモス。というわけで、ララコちゃんとしんのすけのアッソーの町探検ツアースタートです。私についておいで。しんのすけ、ここはカフェ&バーダンシングジロここは食品スーパーの霧島ストア。店主は可愛い女の子。よっ、こんちは。どめどめ。
お宅見慣れない顔だね。どっから来たの？ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと、いや、まだもっとと覚えてね。うら、野原しんのすけ5歳。私は18歳。まだ18なのにこの店を一人で切り盛りしてる働き者なの。いわばこの町の物流を一手に担ってる状態だから、逆らわない方がいいわよ。ここはカレー屋の忍者カレー。なんて怪しい名前のお店なんでしょう。目が、お主なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。うらは野原しんのすけ。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍ぶ、カレー屋の店主。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。その実態は銀河流忍者の末裔である。今時忍者なんて流行らないし誰も知らないって。でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない。生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術、これが基本。新聞社まで到着です。でもどうやらララコちゃんは他に用事があるようです。ふう、やっと着いた。